野球における球種とは、野球の投手が投げる直球、または変化球の種類やその名称である。各球種の詳細な説明は、各リンク先を参照。フィクションに登場する魔球についてはここでは扱わない。投手が投じたボールは、投球動作によりスピンしながら、重力によって放物線上の軌道を描くように空中を進む。この時、 ボールは重力の他に空気抵抗、そしてスピンによって生じる揚力を受ける。このスピンは投球動作によって変化を持たせることが可能で、スピン次第で空気抵抗と揚力、ひいては球の軌道が変化する。また、ボールを足掴かみにするなどボールの握り方、リリース次第で腕の振り以外で球速を遅くできる。これらの方法で球の軌道、 球速を標準である投球に対し変化させた球を変化球という。変化球を投げる目的として、投球の軌道を打者にとって打ちがたいものに変える、打者のバッティング動作のタイミングを変える、打者の軌道、タイミングの予測を外すことがあるとされる。球種の名称は、握りや投げ方に順じて名付けられる場合と、変化の特徴から名付けられる場合が多い。それに応じて、分類も行われる。 これらは厳密に定義されているわけではなく、同じ吸収であっても当種によって、東方や変化に差異があったり、同一投種の同一吸収であっても見るものによって、解釈の違いから異なる吸収として認識されることも、ある。特に、細かな分類となると境界線や区別が非常に曖昧である。また、時代の変化によって名称が変わったり、細分化され明確に区別されたり、 あるいは一とまとめにされることも多々ある。さらに日米においても吸収に対する認識が大きく異なる場合があり、名称や分類の仕方に大きな差異が見られる。一般に投球の軌道に個性を与える要素としてマグノス効果による揚力の影響が大きいが、例外的なものとしてボールの回転をなくすことで通常とは違う変化を起こさせるものもある。飛行するボールが 進行方向に対して角度を持つ軸にてスピンしているときマグノス効果によって揚力が発生する。マグノス効果によればボールが進むことによって受ける向かい風と進行方向に対して角度を持ちながらスピンするボールが生む循環が干渉することで揚力が発生してボールの軌道が変化する。基本的に速い球を投げるという共通の目標を持って 行われる動作により投じられる投球には一般的な変化の向き、一般的な変化の量というものが生じる。打者はその一般的な投球をベースに投球の軌道を予測するが、その予測を外す球が打者に対して効果的な投球であるとされる。例えば一般的な速球に対して同じスピン角ながらスピンを多くかけられているスピンの軸が 進行方向に対して垂直に近いなどで、揚力による変化が大きい投球、もしくは他の投手より、進行方向へのスピンの角度を保った上で、進行方向垂直要素のスピン角度が純粋な、バックスピンに近く、上方向への変化の量が多い球は、俗に、キレのある球と呼ばれる。直球について、山本正、和田武志、上原浩二。 星野信幸などは急速については遅いとされるが、キレのある直球を軸として、打者を減惑するピッチングを繰り広げた。空中に投げられたボールは空気抵抗を受けて徐々に減速する。空気抵抗の大きさは、ボールの交流の大きさに影響を受けるが、急速が速いほど空気抵抗は大きくなる。また、スピンの方向、量に影響を受けるとされる。これにより同じ初速でも、 打者への到達時間が変化するほか、重力を受ける時間が変化するため玉の軌道にも影響が生じる。揚力、空気抵抗は共に、空気密度が小さくなると、それらは小さくなる。この空気密度は、気圧、気温、湿度と関連しており、気圧が下がる、気温が上がる、湿度が上がると、空気密度、空気抵抗、揚力は小さくなる。 空気密度の小さい環境は、空気抵抗による、投球の減速は少なくなるが、マグノス効果による揚力も小さくなることから書く、球種の軌道の差が少なくなり、打者にとっては打ちやすさにつながることから、打球の減速も少なく、飛距離も伸びることも、相まって、打者有利であるとされる。また、球場の影響としては、風もあり、強烈な風が吹き空気抵抗、揚力が変化するなどで、 変化球が独特な変化をする球場も存在する。ボールがほとんど回転していない場合は、マグノス効果による揚力は発生しないが、ボール交流の変化が球の軌道に大きな影響を及ぼす。ボールがわずかに回転することで、縫い目の位置が変化して、上下左右に交流が乱れ、それに応じて、揚力、効力が発生し、ボールが不規則に変化する。また、 縫い目の位置によって、交流の大きさも変化するために減速効果も変化して、ボールの速度も乱れることになる。ナックルボールや、無回転のフォークボールなどの変化がこれにあたる。ボールの回転が多い場合は、縫い目の入れ替わりが早すぎて、一様な状態に近くなり、この効果は現れない。ボールの握り方は吸収によってそれぞれ異なるが、同じ吸収でも投手によって、握りが違う。 これは、投法や手の形などの個人差から適した握りも変わってくるためである。一人の投手が同じ球種を変化の角度、程度、球速などを変えて投げ分けることも多い。また、腕の角度などの要因から、オーバースロー、スリークオーター、サイドスロー、アンダースローといった投球フォームによって投げやすい、変化させやすい球種が存在する。変化球の細分化は、 変化の方向、急速、回転、握り、目的など多くの観点があるので注意が必要である。一例として、メジャーリーグにおける一般的な分類に沿ったものを、す、その他、分類から外れる関連用語について。日本球界では2000年6月のブライアン・ウォーレン投手をめぐる騒動のように激しく球団される不正投球だが、メジャーリーグベースボールでは、 ルール上の厳しい罰則は規定されているものの、実際の適用に関しては甘い。古くから、下記のような不正投球は禁忌とされるほどの行為でなく、見破れなかった相手が悪い、やるなら、バレないように使うのが、礼儀程度に認識されており、不信を感じた相手チームから激しい抗議があろうとも、審判が現行犯で証拠を押さえない限り、退場処分が下ることは滅多にない。 同じ不正行為でもドーピング問題のそれとは、ファンや関係者たちからの扱いにも大きな温度差がある。最も顕著な例として、ゲイロード・ペリーは、以下で述べるスピットボール、エメリーボールの常習者として、現役時代から非常に有名な選手だったが、両リーグでサイヤング賞を受賞した史上初の投手となり、野球殿堂にも表彰され、2005年には、 サンフランシスコジャイアンツ時代の背番号36が球団の永久欠番となった。他にも2008年に引退を表明したトッドジョーンズも現役時代から自分は松屋にを使っていると公言するなどメジャーリーグにおいて不正投球はしばしば行われている。比喩表現としてビジネスや会議における交渉術、発言の仕方や 人間の性格を指す場合に使用されることもある。この場合の変化球とはどういう過程でも保守のミットに収まるということから結論は同じなのに回りくどいことを言うこと、あるいは相手の意表を作るオ理を用いることを指すものであり、的外れなことを言っている場合には普通使われない。一方、直球勝負とは策を漏したり根回しを行ったりせず、 正論だけで何かを成し遂げようとすることを示し、前述の変化球と反対語ではない。後者はしばしば使われる言葉である。AB 打者は、投球がマウンドから、ホームプレートの投手側からお,およそ2分の1から3分の2ほど進んだ時点までの球の挙動を見て、他の投手などとの対戦経験からその先の投球の軌道を予測し、それに合わせてバッティングを行う。 そのため、例えば変化球を投げることで速球に比べ腕の振りが緩まる、球種ごとにリリースポイントがずれる、特にスライダーなど速球と思わせてその軌道の違いで打ち取る球種なのに変化量が少ないのも打ち方さが少ないためと変化量を過度に求め打者にとって早い段階から変化がわかる変化球は好ましくないとされる。 速球同士を比べるとき、延直方向の変化量が多い投球は、脱空振り、対戦打者の打球において、アウトになる確率が高いポップフライ打球が増加すると、される。逆に、変化量が少ない投球は、長打になる確率が低いゴロ打球が増加するとされる。ジャイロ軸へのスピンの傾きが、空気抵抗へ影響を与えることが分かっている。実験によれば、 バックスピンの直球の空気抵抗係数0.35に対して縫い目が風を受け流し交流の乱れが少ない回転軸を中心に対象な縫い目を見せて回転している4ームジャイロが c d 値0 1 7カルマン流が上下に変動するなど交流の乱れが大きいともえ型の模様が正面に見えるワンシームジャイロが c d 値0 5 1となる 進行方向に対して、スピン軸が垂直である環境においては、スピン量が増えるにつれ空気抵抗は大きくなるとされる。クアーズフィールドは、通称のマイルハイの通り標高約1600メートルに位置することで気圧が下がり、球場の広さによる外野守備の難しさも相まって打者天国であるとされる。ただし、湿度の空気抵抗への影響については、割合小さく、 湿度によるボールの反発係数の変化、重量の変化の方が試合には影響があるとされる。ただし、打球に加えられたスピンによる揚力も小さくなる。ストレートは和製英語であり、英語において、ストレートは棒玉を意味する。日本でブレーキとの表現が使われる場合、主にカーブやチェンジアップに対して、腕の振りに対して球が遅く来ることで打者のタイミングが狂わされるといった。 止まるの、ブレーキである。高津信号や高橋久則、節設置制などが投じる急速が速いタイプではない。シンカーも、アメリカでは、チェンジアップと認識されている。ありがとうございます。